こんにちは。見た目。部長って呼んでよ。え？部長って呼んでよ。じゃあ初めて聞いたんですけど。私ね、はい、芸能人乗馬部っていうのを作ろうと思ったら、はい、部員を見つけてきました。いや早っ。部員が見つかったので、はい、芸能人乗馬部、はい、早速始めていきたいと思います。もう第1号部員にふさわしい人を見つけたのよ。はいはい、本当に馬が好きで、あ、そうなんで、乗馬歴が1年ぐらい、うん、で私と同じように本当に馬に乗ると気持ちが良くて、もう何とも言えない感動的な気持ちになるって言って、それでお仕事も頑張れてっていう、まさにもう部員にふさわしい人が見つかったので、はい、今日は今日から私部長になって芸能人乗馬部を広めていきたいと思います。まず第1号部員を紹介したいと思います。磯野キリコさんです。こんにちは。どうも。うわ、もうやる気満々。もう 今か今かって、私ほら、うん、コロナで半年以上乗ってないから、はい、もう今日嬉しいの嬉しいの。本当ですか。早く乗ろうよ部長。部長部長早く馬乗ろうよ。早速いきますか。はい。サリナドリ。Sure. Okay. Ready? Ready. 半年ぶりですか。そう。1年ぐらいやってらっしゃったんですよね。はい、まあ軽くね。私その全然まだ初心者。本当初心者。本当に面白いんで、ね、でも馬大好きなんですもんね。大好き。っていうのを大好き聞きまして、行きますか。もうじゃあ早速もう。行きますか、レッスンの方、うん、行きたいです。じゃあついてきてください。ここは北総乗馬クラブという、はい、私が通ってるクラブなんですけども、まず馬を自分で馬房から連れてきて、こう準備や手入れも全部自分でするんです。それびっくりしたの。そうなんです。なのでやっぱり素人になかなかやらせてもらえないから。そうですね、馬の手入れってなかなか難しい。馬の手入れもさせてもらえるなんて最高よ。今日キリさんが乗るのはステルスコンコルドって言って、はい、ステちゃんって言うんですけど、ステちゃん、私が初めて試合に出た馬です、めちゃめちゃいい子です。試合に出たの。そう、一緒に初試合はその子と出たんですよ、ステちゃん。ステちゃんです。連れて行くの。ここに何時にどの馬に誰が乗るっていうのが書かれてるんですけど、今日はキリさんは高橋先生なのでステルスコンコルド11時って貼られてます。はい、でステちゃんは私が乗る馬ステルスコンコルド。そうです。ステルス、ステルス、ステルス、これ自分で馬を連れていくの。はい、こういうことをやってみますか。はい、やってみたい。男の子かな。男の子です。ステちゃん、ステちゃん、ステちゃん。あ、大きいわ。大きいね。綺麗。ステちゃん。ステルス。久しぶり。サルちゃんすぐ寄ってきたね。ステルスコンコルド。久しぶり。ステちゃん。ステちゃん、ステちゃん、ちょっと待って。あ、ステちゃん、はい、一発。で、キリさんここに立ってください。私の位置に。ステルス、よろしくお願いします。大丈夫、大丈夫。磯野キリコです。で、大丈夫よ。ステちゃん、大丈夫。で、これを。うん、背が届かないわ。こうやって入れ、はい、入れて耳かけをね、よしよしよし。でこれをここにカチャッと、ここに、はい、でこれは持っててください。はい、でこれをそうですね、ぐるっと巻いて右手で、左手でぐるっと巻いて持って、右手で、で行くよで来てくれます。行くよ。でじゃあ行くよ。はい、食べない。左手ぐるっと持ってないの。よいしょ。ただ持ってればいい。でここを引っ張って右で、はい、はい、ステちゃん行くよ。ステちゃん行くよ、はい、行こう。まあ食べてる途中のいいの連れて行っちゃって。あ、大丈夫です。ステちゃん今日乗せてね、私ね。ステちゃん行くよ。お食事中すいませんね。乗せてね今日ね。あ、いい子やからね、大丈夫だね。うん、楽しそう。で、あの白い馬の隣に、うん、奥にいるのがラムーアって言って私の馬です。前髪パッツン。うん、前髪パッツン可愛いじゃん。ラムちゃん、ラムちゃん、ラムちゃん、あ、ラムちゃん、ラムちゃん、ラムちゃん、後でね、バイバイ。
ちに入れるんですけど、足を踏まれないようにだけ。あ、私が捨てちゃうに。こうやって体、あ、捨てちゃん、そっちやな、こっち。こう来たら、で、こう後ろ回っちゃいけないんじゃん。右手で体を押しながら。馬の後ろに行っちゃいけないと。馬の後ろ行っちゃダメです。右手で。はい、いいよ、捨てちゃんって。これで右手で、で、くるっと回転、こう捨てます。こう。で、いい子だね。これを、はい、ここにはめ。これも。はい、ここにはめてください。じゃあいい子だわ。これもこれは連れてくるようだった。はい、連れてくるようです。で、馬装をしていきます。ステちゃん、ステちゃん可愛いわ。これをじゃあぜひステちゃんにあげてください。これ何？なんかリンゴのおやつだそうです。これでいいかな？はい。はい、ステ、よろしくね。はい。噛まないで大丈夫です。はい、よかったね。で。ブラッシングをするんですけど、基本片手はちょっと馬に、それで毛に沿ってかな、そのそうですね、ちょっとフケとかを、あ、そのホコリを、あ、結構ホコリだね。そうなんですよ、放牧に出てたりして、おがくずとかホコリが、で軽く乗る前に、うん、ちょっとかゆいんかな、こっち側やりましょうか。よし、じゃあやろうかな。じゃあ捨て入ります。緊張する、この初めてだもん。よし、はい、よしよしよし、あー、きれいきれいきれい、かわいいのね。よし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 、はい、足だけ気をつけてください。踏まれちゃうね。どうしてどんどんしてんだろう。どうした、今私がバナナ出したから。あー、なるほどね。はい、じゃあすいません、ちょっと撮影を今日もさせてもらってます。よし、あらあら、気持ちいいね。うわ、お尻の筋肉、これお尻プリプリだね。ステちゃんプリプリだ。よし、いいね、綺麗だね。はい、でブラッシングができたら、ちょっと虫がおるかな、虫よけしとこう。それは何？虫よけ、虫よけスプレーなの。痒くて集中できなくて、虫が来ないように。そうです、ハエが止まったり。あー、なるほどね、カイカイだもんね。さあ、馬には悪い薬じゃないの。はい、違います。そりゃそうだわね。はい。いや、こんな初めて見たから、へー、すごい、さすが部長、何でも知ってるね。いや、さらちゃん、ほんとすごいわ。部長、気持ちいいな、部長って。私、そう、人生初部長やで。ついにスポーツとは縁遠いのに、スポーツなんて私、クラブで踊るしかしてなかったんですよ。本当に。これここにしまっとくよ、部長。はい、これね。はい。で、次これをつけてきます。プロテクター。ああ、これも見たことある。どこにつけるのこれ。はい、じゃあ足の、こっちの足にお願いします。これを、どっち向きだ。ここに。このかかとみたいなところに。そうです。これは何のためにつけるの？これってここを痛めないためですね。このかかとみたいなところを、はい、馬のね。はい。よし、なるほどね。で、クラを。ね、サリちゃん、これなんだと思う。ずっと気になってこの先生、これなんですか。これ両足についてって、これなんですか。親指の爪。親指？ええー。親指の爪？うん、牛、馬の親指。馬の足ってこう中指だった。え、ここはこれ親指？これ親指だって、こっちも。親指？ええー。親指。初めて知った。親指の骨だって。親指。驚いた。で、こっちが何？中指って？中指ってましたね。これが中指？太い中指だね。本当ですね。中指大きいな。キリさん、危ないですよ。そんなんだ。顔近づけたら蹴られますよ。わかったわ。ステちゃん、ありがとう。見せてもらって。で、ゼッケンとこのパッドっていうのを乗せてから、クラを。これを先ね。はい、これを先です。これを、これ2枚重ねて。はい。もうステちゃん、今から乗りに行くって分かってるだろうね。こんだけ。こっちが前なんで、こう持ってください。はい、で、こっちから。こっちから向こう。あ、こっちから。こっちから、上にかぶせる。で、この辺ぐらいが前で。あ、そんな前なの。ちょっと待って、ちょっと待って。あ、この出てるとこね。そうです。ここに。をちょうどこれ選んでるところが、このぐらい。はいはいはい、
はい、で、クラを乗せます。で、これはクラをこう持って、はい、かっこいい、見て、革ですよ、これかっこいいね、重い、意外に重いの、これかっこいいわ。初めて、見て、このかっこいいの、高いんだろうね、これいくらって、こっちから回ってください。これは高いと思う。捨てちゃもうちょっとだからね。これ重いね、こう、何その持ち方、え、違う、どっち向き、こうでしょ。あ、こうか、こう持ってください。こっちが基本こう持ってこう乗せます。ちょっと私やりましょうか。じゃあ、でも私これからステに乗る、私自分でやった方がいいよ、はい、ステに乗るんだから。よし、2つありますけど、いや、こっちがお尻だから、はい、いや、いける、かも、おお、重いね、重いね、よし、どの辺りにしようどの辺り、この辺りです。センターになってる、はい、センターになってる、センターになってる、オッケー。腹帯をします。腹帯私いつもできてる状態で乗せてましたから。これもで、このこれをゴムがこっちついてるんですので、こっちついて、両側ついてるのもあるんですけど、これはついてないのはゴムの方が左です。心臓、これがゴムなの、はい、心臓を圧迫しないようにゴムに、左に心臓、馬も左に心臓、はい、はい、あ、それしないです、はい、このままでいい、このままでいい、はい、このままでいいの、あっちも、はい、で、これをぐるっと回って、よいしょ、で、よいしょ、ゴムの方が、こっちはゴムじゃないの、確かに、はい、お、ギュッとしちゃっていいね、これはギュッとしちゃいます。おお、おお、これ結構、うん、で、当落というものをつけます。この顔につけるやつですね。当落、あ、これが当落っていうの、はい、で、これをここに乗せます。これが馬の口、あ、これね、ここに鼻と耳の下が当たるっていう感じなんですけど、これ口、ここが口ね、はい、それだけ分かる。で、こっちに、左側にで、大丈夫です。こう、まず、うん、まずどこだ、こうして、うん、で、ここね、口からいっちゃえばいいの、唇のここ、端をこうやってすると口開けてくれます。怖くないの、親指掴んでるんだけど、部長ちょっと今私難しいかも、はい、で、これ耳にかけて、はい、髪の毛をちゃんとここで上げて、はい、今親指口の中にガーッそれできるかな、いつかできるかな、 できます、絶対できます。私も何にもできなかったです、最初は。もう右も左も間違えるしね、それできるようになってきたの、はい、できるようになりました。そっか、はい、いいですねで、いきます、連れていきます、はい、はい、ステちゃん行くよ、ステちゃん行くよ、ステちゃん行こうね、よし、ステちゃん行こう、あ、私についてきてください、ステちゃん、部長にちゃんとついてってください。おお。ステちゃん、止まっちゃって、ステ行く？ステちゃん。あ、ここが乗るとこなんだ。はい。ステちゃん。私、上がっちゃってるか。はい、上がっちゃってください。ちょっと前、ちょっと一歩。はい、ありがとう。私、まだまだ覚えなきゃいけない、いっぱいあるな。で、まず左手で、はい、このタグナをちょっと短く持って、2本まとめて、それで縦髪を、もうちょっと一緒に、それで足を、左足をかけて、はい、せーので、ぐっと、はい、で、キミさん、今日レッスンしてくれる高橋先生です。はい、よろしくどうぞ。高橋先生、よろしくお願いします。まだ本当初心者です、頑張ります、いろいろ教えてください。お、ちょっと待って、ちょっと待ってよ。ちょっと待って。とりあえず中に入りますんで。はい。はい、行ってらっしゃい。行ってきます。せっちゃん、頑張って。はい。おお。ああ。ああ。いや、今石。ああ、かかって。チャンネル登録よろしくね。毎週配信頑張ります。
make sure to like and subscribe. 私のもう一つのチャンネル、さりげーもよろしくね。Bye. Thank you.